二者択一です。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。アメリカが同盟国に米中択一の選択を迫らないと発言。韓国さん、もう好きにしていいそうですよ。アメリカのブリンケン国務長官は24日、ベルギー・ブリュッセルの NATO 本部にてある演説を行ったのですが、その中でブリンケン長官は、アメリカは同盟国にアメリカか中国を二者択一するように強要しないと述べました。この言葉、強要しないけど分かってるよね、と裏読みすることもできますよね。この言葉を素直に受け取って報道したのが、お隣韓国なのですが、助かったと少し安堵するような記事を掲載したものの、ネット民からは、言葉通りに受け取るバカがいるか、と総ツッコミが入っているようです。やっぱりお隣も危機感だけは感じているようですね。こちらでは、このニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など、今日もしっかりお伝えしていきますね。3月25日付、ロイター通信によると、ブリンケン米国務長官は24日、ブリュッセルの北大西洋条約機構 NATO 本部を訪問し、米国は NATO 同盟国に米中のどちら側につくのか選択を迫るようなことはしないと述べた。ただ、西側諸国は民主主義が権威主義に勝ると示す必要があると述べた。ブリンケン氏は可能な分野で中国と協力できるとし、気候変動への対応で中国との協力が必要との認識を示した。一方、中国は国際貿易の秩序を乱していると非難。米国と同盟国が共有する国際的なシステムの規則と価値を阻害しようとしているとし、国際的な秩序に対する前向きなビジョンの実現に向け、我々が力を合わせればいかなる公平な競争の場でも中国に勝てると述べたと報じています。アメリカ政府国務省のホームページには、今回のブリンケン国務長官の演説の動画とその文字起こしが掲載されているのですが、25分近くになる長いスピーチとなりますので、その中で重要だと思う箇所を簡単にまとめ、2から3分程度に翻訳しましたので、以下にご紹介いたします。アメリカは同盟関係を再確認し、再考するというタイトルです。NATO は75年近く、ヨーロッパと北アメリカの安全と自由を支えてきた同盟である。アメリカ人の 90% が同盟関係を維持することが、最も効果的であると考えているという調査結果が出ている。アメリカが脅威に対して単独で取り組むよりも、パートナーと取り組む方がはるかに効果的であることを知っている。ここ数十年で脅威は倍増し、競争は激化している。民主主義と人権という私たちの共通の価値観は、私たちの内から外から試されている。私たちの脅威は3種類。一つは軍事的脅威。航行の自由を脅かし、南シナ海を軍事化し、中国政府の軍事的野心は年々高まっている。中国、ロシア、イラン、北朝鮮はアメリカの同盟国を核とミサイルで脅かしている。二つ目は非軍事的脅威。民主主義への不信を煽るための偽情報、知的財産を盗むサイバー攻撃、食料安全保障。三つ目は気候変動や新型コロナのような世界的な危機。他にはテロの脅威は軽減されたが依然としてある。NATO が結成された時にはなかった脅威が現在存在している。この同盟は、それらの脅威に適応し、
進化し続けなければならない。私たちの同盟は共通の価値観を守るために作られた。ロシアの近代化に対応して戦略的核抑止力が安全で確実で効果的であり続ける。私たちが新疆ウイグル自治区でのウイグル人に対する残虐行為に対して制裁を加えた。その後、中国が制裁返しをしてきたが、しっかりと立ち向かってメッセージを送ることが重要だ。アメリカは同盟国が公平な負担を担ってくれるのなら、同盟国の安全を守るために貢献する。アメリカは同盟国に対してアメリカまたは中国を選択することを強制しない。各国が中国と複雑な関係を持っていることを理解している。アメリカは同盟を負担として見ていない。アメリカの利益と価値観を反映する世界を作るために手助けをする方法だ。共通の価値観に根ざした同盟を再構築するだけでなく、より良いものにしていくことを約束する。このブリンケン長官のスピーチは説明欄にもリンクを貼っておりますが、Google 翻訳で全文読むことが可能です。ところで、NATO という同盟はご存知、旧ソ連、現在のロシアからの脅威に対抗する政府間軍事同盟です。その会合の場で、まずは中国の脅威が語られたのが象徴的ですね。中国の次にロシア、そしてイランと北朝鮮。最新版悪の枢軸国を名指しで批判しています。例のアメリカか中国のどちらかの選択を迫らないという文言は、演説の終わりに近いところで出てきます。中国共産党の強引な行動が、集団安全保障と地域の繁栄を脅かしている。アメリカと同盟国が共有する価値観を弱体化させるために、中国は積極的に取り組んでいる。終始堂々としたアメリカらしい演説なのですが、中国から遠く離れたヨーロッパの皆さん、私たちが感じている脅威を同じように感じてください。そして協力してください。と、どことなく手伝ってくれないと困るというニュアンスが含まれているように感じます。演説の中で、ロシアに対抗するには戦略的核抑止力が効果的とブリンケン国務長官は語っているのですが、その前段階として3月16日、イギリスはこれからの10年間の外交・安全保障の方針を発表しました。その中で冷戦後30年間軍縮傾向であった姿勢をやめて、核弾頭数の上限を180から260に引き上げると発表しています。これはロシアや中国からの脅威に対抗するためだそうです。目には目を、歯には歯を、そして核には核を。日本の中には核に対して敏感に反応してしまう方がいることは十分理解しています。しかし核抑止力によって軍事的均衡が保たれ、平和な70年間を過ごしてこれた実績も、知りたくないでは済まされない厳しい現実です。最新版悪の枢軸国のうち3カ国が日本の隣国であるという事実。核の傘の下のお花畑でのほほんと過ごしてきた日本人。そろそろお花畑で夢心地の状態から目覚める必要があると思います。中国が過剰反応したチェコ議員団の台湾訪問。あれは今から半年以上前になる昨年8月のことでしたが、それに続くようにフランスの上院議員団による台湾訪問計画が報じられ、在仏中国大使館が激しく反応しています。医療品大手の H&M は、新疆ウイグル自治区産の綿花は使わないと宣言しました。中国の国営メディアは、この宣言を強く批判。中国国内のネット通販では H&M の商品が検索できないようになりました。
国レベルにとどまらず、企業も反中国、脱中国に動き始めています。米中どちらかの選択を迫らないという言葉で少しホッとしている韓国メディアがありますが、本当にホッとしていていいのでしょうか。自由と民主主義という共通の価値観を持った皆さんと協力して中国ロシアに立ち向かいましょうとブリンケン国務長官は述べています。彼は価値観外交をしているのです。北の独裁者にシンパシーを感じているムン大統領率いる韓国は、そのうち価値観を共有できない国としてアメリカから切り捨てられるかもしれません。もちろんウイグル自治区での人権問題に関する制裁に G7 の中で唯一加わらなかった我が国も心配なのですが、今回のニュース、韓国からは自国を嘆く声が多く寄せられていましたので、次にその一部をご紹介いたします。これで息抜きしている場合ですか。同盟国が民主主義国家の団結を訴えているというのに、息抜きしてフラフラしている我が国はきっとロスカットされてしまうでしょう。この言葉を素直に受け取る人は単純すぎます。アメリカは朝鮮戦争で多くの犠牲を払い韓国を助けてくれた国、北朝鮮は敵なんですよ。私たちの立場を今こそはっきりさせるべき。選択を強制しない代わり、韓国が中国に飲み込まれる時にはアメリカは絶対に助けてくれないだろうね。我が国は民主主義国家ですか、共産主義国家ですか。最近どちらかわからなくなってきました。中立は両方から見たら敵なんです。いい加減韓国はそのことに気づいてください。そしてアメリカ側に従ってください。アメリカは自国内の人種差別をどうにかしてください。話はそれからです。それ中国共産党がよく言う言葉だよね。窒息しそうだったのに助かったって、そんな報道はひどい歪曲です。この記者は頭が悪いのでしょうか。もしも韓国が中国側についたら、中国は感謝するとでも言うのですか。するわけがありません。ブリンケン国務長官に惚れてしまいます。これくらい仕事のできる人って韓国ではお目にかかれませんよね。これはアメリカが韓国を捨てるための口実でしょうか。選択は強要しないけど、選択した責任は自分で負ってね。この言葉の恐ろしさをムン大統領はきっと理解できないでしょう。アメリカも嫌いですが、中国はもっと嫌いです。綱渡り外交では最終的に何も得ることができません。無言の圧力だってこと気がついている人いないのかな。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。ブリンケン国務長官はなかなかの仕事人ですね。それこそ前政権のポンペオ氏と比較しても何ら遜色ありません。これは暗に韓国に対する事実上の最後通告とも取れる言葉だと思います。でもムン大統領はきっと理解できていないでしょう。アメリカにとても大事にされているみたいな気分でいるなら、やっぱりお花畑だと言われても仕方がないですね。日本も早く態度を決めないといけません。強要しないけど分かってるよなっていうことですね。きっとアメリカはヨーロッパに断られたんだろうな。人権問題では協力するけど経済では協力できないって感じで。これは日本も同じだけど、中国が最大の貿易相手国だからアメリカも必死ですね。
だったらまずは自分たちがアップルやテスラを中国から撤退させて、デカップリングの見本を世界に見せるのが筋だと思います。とりあえず EU もアメリカに寄ってくるでしょう。国際社会が中国を締め上げに入ったことは明白です。日本政府は大義名分ができてよかったですね。北京オリンピックが楽しみです。単に前政権のような大暴れはしませんよということでしょう。選択を求めないって言葉に無言の圧力を忍ばせてる感満載。共和党政権とは違い、圧力をかけないのが民主党の政策方針なんだけど、これがうまくいくかどうかは疑問です。医療品大手 H&M に続いて、ナイキも新疆ウイグル自治区産の原材料は使っていない、ウイグル人の強制労働も利用していないと宣言し、中国国内で批判にさらされています。昨年3月にオーストラリア戦略政策研究所が出した報告書には、世界の82の企業がウイグル族を強制労働させている工場と取引している可能性があると書かれていました。それには日本企業14社も含まれています。今回ナイキが声を上げましたが、問題の工場は世界的に有名なブランドも多く取引しているようです。日本の大企業の名前も上がっている件、日本の経団連の皆さんはこの状況をきちんと理解しているのでしょうか。日本を代表する企業には人権侵害には加担してほしくありません。今、人権という泣きどころで世界から攻め込まれている中国ですが、今後どのような行動を起こすのか、こちらでも注視していきたいと思います。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。